森の庭と東北は仙台市からお送りします全日本プロレスオープン選手権第1戦です。お空が非常に寒く2度ほど雪が降りました仙台市。しかし場内は熱気でムンムンとしています。さて解説の方は東京スポーツ新聞社の山田隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。さてリング上はジュレート2つ対千万鶴の一戦を迎えています。イン東京ではジュレート2つ選手がファンイン東京第18位、そして千万鶴の方が人気投票第19位となっているんですけれども、この辺は少し人気がないようなんですが、試合内容としてはどういうところを期待すればいいでしょうか。そうですね、千万鶴の方がご調査によるんですが、前回ジュニアヘビー級チャンピオン、そうですね、今日松田の前のチャンピオンですね。で、今体重発表があったように230ポンド、それで一方の102キロね、そうですね、グレートクラスの方が260ポンド、118キロと発表されています。そうすると両者の間に30ポンドの体格差があると。優勝でもですね、グレートクラスの方が12センチ上回っています。そうですね、193センチ。そうしますとね、動きの方はおそらく千万鶴の方がやや上回る、つまり速いという。それに対してラッシングパワーの方はグレートクラスがある、はい、この辺を2つがどう生かしてですね、最近とんにこう脱会してきたマンテルを攻めるかということでしょうね。どんななりました。30分一本勝負の一戦です。ケンマンテルというのは元来テクニシャンだったんですが、このところ非常にファイトが荒っぽくなってきてます。1975年6月ですね、ヒロ・マツダに敗れて NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンの座を追われてから非常にラフになってきたということですね。そういうことですね。しかし、まあ一方のグレートクサス選手の場合は、これはやはりラフもかなりこなしますし、テクニックでは彼18番の足4の字合戦持ってますんでね。このオープン選手権福岡大会では注目のザ・デストロイヤーとの足4の字合戦では、まあ、負けておりますけれども、このケンマンテルの一戦ではその足4の字が見られるということもありますね。そうです。まあ大技ということになりますと、その足を伸び、そして一方のケンマンテルは、自らサイドスプリットと呼んでいる、日本人で言いますと、カワズ落とし。カワズ落とし。はい。この辺のカワズ落としは、4個ぐらいの足を持ちますね。ダイヤと5個の足も持ちますね。はい。さあ、睨み合っております、両選手ですが、まだこれといった決め技が出ておりません。足を取ります、ケンマンテル。ケンマンテルの選手は非常に華やかな経歴を持ちにしていて、1963年の南カリフォルニア、64年の全カリフォルニア、全米学生となるアマチュアレスリングのタイトルを取っておりますね。そうですね。この辺の速い動き、足技、グラウンド、そういうところは非常に見るべきものがあるというところですね。寝技はなかなか味のあるものを持っています、ね、この人はケン・マンテルという意味で、ケン・ラッツという名前で、はい、デビューしました。その当時はフロリダをホームグラウンドにしてですね、なかなかテクニシャンとして、ケン・マンテルのテクニック対力、大技で迫るグレート2つの一戦です。30分1本勝負。今のようにね、非常に足を取られてローリングしての足取り、スタッツなかなかうまく攻めたんですが、マンテルが右足を使ってスタッツの首筋を踏み上げましたね。こういった彼の最新の足ですね。頭で足を取りに行きますね。また先ですかね。そうです。足首をひねり上げます。グレートスタッツ10分のレッグスピット、つまり正先よりも、ローホールドをコンバインしたとの合成技が入ってきました。そうですね。強烈に決まりました。ちょっと左を膝にサポーターですか、これは。足を痛めてるようですね。膝を痛めてるようですね。第2弾ジャイアントシリーズから引き続いてこの全日本プロレスオープン選手権に参加しております、ケン・マンテルです。マンテルから左膝を痛めてることで、ちょっと全体的なバランスもありましたね。左の膝をグレート使っての膝の上に
落としました。センランセル、昨年12月ジャンボ鶴田の挑戦を受けました。 LW 世界フィギュアヘビー級タイトルマッチ、非常にファイトを強くなったんですね。なかなかいいファイトでしたね、はい、あの時はまあチャンピオンとして脂の乗ってる盛り、まあ一方の挑戦者のジャンボ鶴田の方はややウエイトをチャレンジの苦しい挑戦だったんで、結果的には王座は取れませんでしたけど、はい、なかなかの好勝負でしたね。このジャンボ鶴田もタッグマッチ成長しまして、新しい試合をこのオープン選手権では見せていますね。そうです、もうこれからのジャンボはちょっとジュニアヘビーに体重を落とすことは苦しくなってくるでしょうね。そうなると当然やはり世界ヘビー級王座を狙う NWA 世界ヘビー級の王座ですね、はい、そうですね、目標はやはりこの辺りに絞るでしょうね、はい、さあグランドに進めて鍵盤戦アームロックですね、はい、この両選手の対戦ということで素早い試合展開になるんではないかと予想しておりましたけれども、なかなか渋い技の応酬ですね。そうですね、今のところまだ両方とも確かめずじっくり攻めてるといったね。エルボーとの感動、今度は鍵盤戦、長いパンチロープリとはグレードスタッフ、グレードスタッフが負けました。さあどうか、これは決まりません。そうやスワットとは決まりません。全 NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン千万人ちょっとね、はい、今スタッフ君が先を当てた感じですね。ですから途中でですね、ローリングクラッチポーズの体勢が崩れてしまいましたね。今度は両選手からクラブです。タックルは非常に得意なグレートスタッフ選手ですが、ラグビー出身ですので、この辺の速い動き、体ごとぶつかるところは非常に見るべきものがあるんですね。そうですね、今はタックル合戦では一発して負けましたが、あれはタイミングですね。まあウェイトタックルの場合、まあ、ラグビーの名選手がプロレスリングに入って、はい、しかもその後ですよ、そのプロレスリング入り前後ですね、アメリカのフットボールの選手になってるんですね。これはカナダのブリティッシュコロンビアライオンズのファームチームです。あ、でシャラだけではなく、速い動きも素晴らしいものを持っていると。これは弾力は大変だと思います。これは払い乗せる、ブリッジに来た天南戦。最近チャットはこのモンキーフェイスをなかなか得意してますね。日本流で言いますと巴投げですかね。足を打ちつけます、千万テルだ。今度は顔面踏みつけに来ます、グレードスタッフ。ちょっとこの辺は千万テル、劣勢に立たれています。割と早くラフ合戦になってきましたね、はい、ラフになってきますと、やや2つに有利だと思うんですよ。なんとしてスタンドに大転対応と進めたい、千万テル、立ちました。逆腕に取りましたね。両選手とも33、レスラーとしては今が一番いいプロポーズです。あのライムレイヤー千万戦エルボー落とす、オーレス千万戦ワイセル、カウント2、グレートスタッフ。そろそろ千万戦のラストファイターぶりが出てきそうです。ちょっとウェイト差がありますから、エルボードロップがあんまり効いてないですね。両選手が同時に首を取りに来ます。ねじり上げる、この辺は力の見せ所です。そうですね、お互いにフロントヘッドロックの取り合いですね。これは片方が力がありますと、あの体勢のまんま、まるで無理の方を左右に振り回すように無理法を打つという形になるんですがね。両選手との力では互角という感じですからね。そうですね、なかなかそうはいきません。さあここでブレイクアウトです。33歳、レスラーとしては両選手とも非常に今が脂のぼっているんですね。それとも試合内容、渋い技の応酬ですね。そうですね、まだお互いに自分のペースというかきっかけをつかめないようでいますね。こういう時は一発で決まるような予感もしますけれども、変わらないですかね。
なんとかあのマンテルの方は寝技に持ち込んで、はい、勝負機をつかみたいという感じですね。グレートスパッツはなんとかテンマンテルの足を取って自分の得意とする足4の字を持っていけるかというところでしょうか。しかし足4の字という技はですね、よほど自分の強さにならなきゃはちょっと難しいですから、ね、相手の動きを殺しておかないと。そうですそうです。足を取らないと決まりませんから、足を取ってある程度痛めつけてからじゃないと動きを止めなくては無理ですね。そうですね。天満天グレープスタッフの左の腕を離しません。さあ両選手に立った取りに行く。どうか止まる。いい準備ですね。みんな止まっなさに確実します。グレープスタッフ思わず顔を歪める。ボディスクラッチ、これは失敗。天満鶴、これは失敗しました。グレートスタッフ、相手の動きをよく見ております。キック、パンチの応酬です。この選手とも簡単に僕のように3球を連続に技を応酬しました。思わず天満鶴、場外に出ます。マジックではグレートスタッフが勝りました。やはりね、何万人持ち込んでは待ってるわ、飛んでるね。体重差、体格差というものは、そういうところではっきり出てきますね。顔を歪めまして、今、リングに入ってまいりました。リングの中に入ってまいりました、天満鶴。身長では12センチ、体重では15キロも違いますからね。そうですね。しかも今は、タッチの方がパンチの数が多かったですね。はい、早いパンチの。素晴らしいものを見せました、グレートスタッフです。ブレークアウトをしました、エルボーを持ちます。天満鶴、3発連続。今度はナックルパート、顔面に打ち付けます。天満鶴、後頭部のあたりのパーチのパンチの連続です。今度はアッパー、リングの外に放り出した天満鶴、リングの外での敗戦となります。エルボーがちょっと近くで見えないが、頭の辺りにしまったか、パンチです。両選手ともリングの外でパンチの応酬となりました。30分日本勝負。カウント9、カウント10。ここでゴングが鳴ります。両者リングアウトとなりましたね、山田さん。そうですね。これは本当に今スタッフが駆け上がろうとしたギリギリのところがカウント8とかないんで、ないですね、8とかないんです。そこをマンテル人間マンテルが引きずり落としたんですね。本当に短かったですね。1分37秒、天満鶴対グレープ2つの一戦ですが、両者リングアウト。全日本同心選手権大会の場合は両者リングアウトは得点になりませんね。そうですね。30分1本勝負、グレート2対天満鶴の試合は両者リングアウトとなりました。